玄武は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時典214部首では95番目に置かれる。玄の字は黒色を表す。天空の色とされ、大地の黄色とともに天地原光と併称される。黒との違いは、説問開示に黒くて赤があるものを玄というとある。また天から引き伸ばしておく深い玄妙という意味が生じた。 変貌としてはもっぱら勝負として使われる。このため弦を構成要素に持つ漢字は多く、弦や冠に従って他の部に収録され、弦部は他の部に分類できなかったもの、あるいは弦の形を筆較として持つ漢字を収めている。なお、弦部はユニコードでは最も収録されている漢字が少ない部種である。と同様、印刷書体における、 源氏の一画目には地域による差異がある。後期時点はこれを短い縦棒とし、日本、韓国はこれに従う。一方、中国の新字系、台湾の国字標準字体、香港の常用技字系表ではこれを点角としている。なお、後期時点では、さらに、元の字について、末筆の点を省略した字型で示している。これは、元が、 後期辞典の編算を命じた、後期定の意味名が、元であったため、これを引きして結核しているためである。この点のない字型は、元のみならず、元を部分として含む、元元律などの字にも及んでいる。近代日本の活字は、真のものの複製から始まったため、日本の出版物でもこれらの字が結核したままになっていることが多い題名の、弦を結核している。 本文中では、結核せず。元の字は、層の、清層の意味な、元明にも含まれており、壮大の文献では、元を、元などに改めていることが多い。元、ありがとうございます。